それではこちら、岡山県産の倉敷デニムの紹介になります。ドビー織りの、ね、ストレッチデニムということで、まあ、最近ベーシックな、ね、こうデニムがすごく多かったので、説明も、ね、一つ一つ、まあ、変えて、ね、特徴を今まで、ね、結構こう悩みながら説明してたんですけども、やっと久しぶりにちょっと変わったデニムが入ってきたということで、ちょっと個人的にも、ね、新鮮に感じるデニムになります。はい、でまず、ね、ドビー織りということでちょっと見ていただくと分かるんですけども、織り感が、ね、この通常の、デニムとは、ね、変わった織りになってます。こういったデニムね、すごくね、こう面白みがあってね、個性的なね、こう作品にもね、つながるんじゃないかなと思います。はい、であとね、まず厚みなんですけども、厚みもね、これすごく良くて、大体ですね、イメージで言うと6から7オンスぐらいですね。デニムの中ではね、割とこう軽やかな厚みなんじゃないかなと思います。お洋服全般にね、こう使っていただいてもいいんじゃないかなと思いますね。はい、でこの生地なんですけども、程よい厚みプラスね、こう若干こうストレッチもこう効いてるので、着心地の良さもね、こう体感していただけるんじゃないかなと思います。でプラス、ポリエステルも若干入ってるので、ご自宅で洗ってもね、こうシワにも比較的こうなりにくくて、扱いもね、すごくね、いいんですよね。トータルでね、こう洋服作りにすごくね、こう使える生地なんじゃないかなと思います。はい、で風合いなんですけども、風合いもね、最初若干の張り感があります、デニムならではな。ただこれはね、洗えば洗うほどどんどん変化していくんじゃないかなと思います。はい、で最後に、生地幅なんですけども、140センチあります。これもね、幅広タイプになっておりますので、余裕を持って使っていただけるんじゃないかなと思います。作品のご紹介をいたします。まずこちらジャンバスカートを作ってみました。とてもすっきりとね、仕上がっております。こちらね、バルーンのシルエットになってるんですよね。とても可愛らしくって、これに、ね、裾にタックが入っていて、バルーンのシルエットになるタイプになっております。で今回のこのデニムって割と薄めなので、こうしたタックとか、あとその周りもね、共布でパイピング仕立てにしてるんですけど、こういったところもね、縫いやすいデニムになっております。バルーンのシルエットだけど、着ていただくとそんなにこうボリューム感も出なくて、すっきりとしたね、ラインで着ることができます。そしてもう一つ、こちらは、上下がつながっているサロペットになっております。胸当てがね、ついているのがアクセントなんですが、こちらね、パンツになっているんですね。でカジュアルな雰囲気で着れるんじゃないかなと思います。で肩紐もね、細めなのがアクセントになっております。でこうした細い紐とかもね、これ共布で作ってるんですけど、こうしたのもね、細かい部分も、大変ね、縫いやすいタイプになっております。ね、デニムの中では割と縫いやすい、こう扱いやすくてね、薄めのタイプになりますので、こうしたね、ジャンバスカートやサラペット以外にもワンピースとかもね、作っていただいても着やすくね、素敵にできるんじゃないかなと思います。他にもね、もちろんパンツとかスカートも着やすくなっております。ぜひいろいろなアイテムで作っていただけたらと思います。